こんばんは、安倍さん、そして三平達也さん、お誕生日おめでとうございます。同じ誕生日だったんですね。私は、ボディのピントはね、こちらの、ブレインスピードグラフィックの、安倍さんにねボディを塗装お願いしております。大体ですね、ツーリングカーの時代、あともお願いしてましたし、オフロードのボディも、安倍さんにお願いしております。いつもありがとうございます、本当に。このねサングラスをここにひょいってかけるのも実は安倍さんの真似なんですよ。安倍さんがね、帽子をかぶってらっしゃることが多くてね、で帽子のところにひょいってこうサングラスをかけてるんですけどね、それがかっこよくて、ああいうおじさんになりたいなと思っていたら、いつの間にか年が近くなってました。安倍さんのことおじさんだと思ってたんですけど、あんまり年が違わなくて、若造だった私も結構いい年になってしまいました。昔ね、まだ矢田部アリーナがあって、ナイトレースやってる頃にね、毎週毎週、私、安倍さん、そしてサンちゃん、三平達也選手、3人でね、よくね、ストレートエンドからこう外周を回ってね入ってくるところでね、もう負けないぞみたいな感じでナイトレースやったんですけど、あの頃はやっぱり楽しかったですね。やっぱり今はねそれぞれすごく立場が変わっちゃったんですけど、あの頃はみんな必死にレーサーで、毎週のねレースの時に負けないぞみたいな感じでねレースができてとても楽しかったです。そういうねラジコンがこれからもできればいいなと思います。そしてね、ジャレット・ティーブ選手も、誕生日一緒なんですね。ですからあの辺はこうつながってね仲良しなのかなと思ったりします。本日誕生日の皆さん、本当におめでとうございます。良い日になることに祈っております。それでは竹下敦でした。